こんにちは。今回は今世界的に話題になってます AI チャット GPT をね、使ってみたいと思います。はい、こちら、チャット GPT の、ホームページでございます。ログインしたいと思います。はい、ログインしましょう。はいはい、これでログインできました。英語でもね問題ないです。逆にね英語にした方が、良いかと思います。これ日本語にね、画面を翻訳するとちょっとねエラーが発生しますんで、英語の表記で良いかと思います。じゃあどうやるのかというと、この下の方に、ボックスがあります。今カーソルがチカチカ点滅してます。ここに、質問をね、入力するんですけど、あらかじめね、書いておいたやつをねここに、貼り付けてみたいと思います。貼り付けます。はい、こういう質問。世界的な経済不安の中、 YouTube からの収益も減ってきている状況です。今後、YouTuber として生き残るためには何が必要でしょうかというね、質問をします。はい、これここをねクリックします。はい、どのくらいの時間かかるでしょうか。今 AI が頑張って回答を出しております。お、出てきた。 YouTube からの収益が減少する中、 YouTuber として生き残るためには以下の点が重要です。 1. 多様化した収入源の確立。 YouTube 広告収益だけに頼るのではなく、スポンサーシップ、クラウドファンディング、メンバーシップ、商品販売など多様な収益源を確立することが必要です。また、自分のブランドを確立し、それを軸にビジネスを展開することも考慮しましょう。なるほど。2. コンテンツの質の向上。コンテンツの質を高めることで、視聴者にとって魅力的なコンテンツを、提供することができます。視聴者が自分のコンテンツを信頼し、リピート視聴するようなコンテンツを提供することが重要です。あ、なるほどね。はい、いいと思います。 3. ソーシャルメディアの活用。 YouTuber として生き残るためには YouTube 以外のソーシャルメディアも積極的に活用しましょう。 Twitter、Instagram、TikTok など視聴者とのコミュニケーションを図り、ファン層を広げることができます。お、割とまともなこと言ってますね。 4. 常に新しいことに挑戦する。常に新しいことに挑戦し、視聴者を飽きさせないようなコンテンツを提供することが重要です。新しい技術やトレンドに敏感に反応し、柔軟に対応することが求められます。はい、もうおじさんね61歳になってるんでね、頭固いんでね、もう柔軟に対応しようと、していきたいと思いますね。はい、5番、オリジナリティの追求。YouTuber として生き残るためにはオリジナリティを追求することが大切です。自分の個性を出し、他の YouTuber とは異なるスタイル、独自のスタイルを確立することが求められます。おお、これらの点を意識しながら YouTuber としての活動を継続し、自分のコンテンツを見つけてくれるファン層を広げることが必要です。おお、なるほど。割とまともな回答してますね。はい、良いかと思います。じゃあね、あと1個質問考えてきたんで、これも貼り付けましょうか。よいしょ。 YouTube ショートの将来は明るいですか。はい、ここをクリックします。さあ、どんな回答来るかな。YouTube ショートは、2020年にインドでリリースされ、はい、これ合ってますね。はい、なんかね間違えた回答もあるんだけれど、ここは合ってます。現在は世界中の多くの地域で利用可能になっています。これは15秒以内の短いビデオを作成するプラットフォームであり、TikTok のように視聴者によるスワイプ操作で閲覧できます。はい、ここねちょっと違いますが、現在はね最大で60秒まで、59秒以内かな、になってますね。
はい、現在のところ YouTube ショートは急速に成長しており、多くの YouTuber がこの新しい機能を活用しています。また YouTube がショートを推進し、 YouTuber がショートを作成する際に収益化の機能を提供することを発表しています。はい、もう発表して今月2月からね、実際に収益化始まりました。そのため YouTube ショートの将来については比較的明るいと考えられます。おお、なるほど。ショートは既存の YouTube ビデオに比べてより軽快で迅速に作成できることから、多くの人々にとって魅力的であり、今後も増えていくでしょう。また、YouTube はショートの機能をさらに改良し、新しい機能を追加していくことが予想されます。おお、なるほど。 AI 予想かな、これはね。ただし競合する TikTok や Instagram Reels などの他のショートビデオプラットフォームとの競争が激化する可能性もあります。はいはい、これありますね。したがって YouTuber が自分のファン層を維持し、ショートを有効に活用するためにはオリジナリティを追求し、高品質のコンテンツを提供する必要があります。ということで、はい、割とね、なんかちょっとね、情報が古いのもありますけれど、割とね、まともな回答を、いただきました。はい、これお礼言っときましょう。 ありがとうございます、とどう返してくるのかな。考えてる。どういたしまして。何か他に質問があればいつでもお聞かせください。お力になれるよう尽力します、ということでございます。はい、割とね、はい、これ良かったですにしようかな。良かったですと、はい、フィードバック。割とね、まともな回答をいただきましたね。 YouTube ショートはね、ちょっと古い情報もありますけれど、はい、ちゃんとまともな回答をね、得ることができました。 OK です。はい、今回はね、今話題のチャット GPT を使ってみました。まあね、情報番組とかニュースでもこのチャット GPT をね、取り上げてあれこれやってますけれど、まあね、そのニュースの中にはね、チャット GPT の情報にはちょっと間違った情報も入ってます。皆さん気をつけてね、ちゃんと吟味して使ってくださいみたいな情報もありますんで、はい、もうチャット GPT の情報をね、全て鵜呑みにするんではなく、ちゃんとね、精査して、間違った情報がないかをね、確認することも、重要かなと思っております。はい、ということで、チャット GPT は登録すればね、無料で利用することができます。あと有料プランもね、ありますんで、使ってみたいなって方はね、まず無料プランで使ってみると良いかなと思います。はい、ということで今回はこの件で失礼します。